誰一人中にお入れできません。どうか他の知恵を。あなたは酒井様。俺を覚えておるのか。随分と久しいが。あの日以来ですね。浪人とのいさかい。とても忘れがたき日でした。叔父上は浪人と違い和睦を望まれたのだがな。志村様には償いとしてよくしていただいております。さ、昔のことはさておき、どういったご用でございましょう。近江村の民のことだ。かくまうつもりはないのか。我らはそうでございます。万が一猛虎に攻め込まれれば抗う術を持ちません。近々叔父上は城を取り戻すおつもりだ。ハーンも寺を襲うような暇間はなかろう。どうだ、何も案ずることはないのだ。猛虎が襲ってこようとも俺が守ろう。ええ、承知いたしました。お守りくださるとおっしゃるなら、近江の村の者を喜んでかくまいましょう。猛虎には恐ろしい天罰が下ってしまえばいいんだ。さあ皆さんお入りを。ただし荷は全て門のそばに置いておくように。そして寺は神聖なる地、敬意を忘れてはなりませんよ。酒井様、まさかお会いできるとは。カンタ、ここで何をしておる。家族はどうした。無事に生きております。菰田の戦の顛末を聞いて、お言いつけ通り近江村を出てここへ来たのです。しかしあの僧が入れなかったのか。さようです。俺と叔父上はその昔にここで面倒を起こしたことがあった。だが力になれてよかった。恐れながら期待しております。皆村から逃げられたようで安心したぞ。あれから村へは。猛虎に焼かれてしまったのでしょうか。村は無事だ。多少の傷はできたがすぐに修繕できよう。それは良いことを聞きました。ずっと心配していたので。家族を寺に連れて行きかくまってもらえ。酒井様、本当にかたじけなく存じます。伸びような。
よし。ふぬけばかりか。Thank you.